はい、おはようございます。朝の散歩に来てます。今日は2月の11日で日曜日です。空はね、晴れてます。ちょっと雨降ってたんですけどね。キューちゃんは今日は休みです。なぜかというと、なんかね、調子悪そうなんですよね。昨日もね、夕方ちょっと吐いたんですよ。で、今日の朝ごはんも食べなかったんですよ。で、胃がちょっとおかしいのかなと思ってます。で、今日はね、ご飯抜いた方がいいのかもしれないです、朝ごはんは。あ、キューちゃんそんな感じです。見た感じね、そんな悪そうには見えないんですけど、注射の影響とかではないと思います。キューちゃんね、胃がね、ちょっとね、デリケートなんですよ。まあ、下痢とかはしないんですけど、あんまり。まあ、吐くのがちょっと多いですよね。純ちゃんも全く吐かないんですよ。この猫ってね、よく毛玉出すとか言いますよね。でも純ちゃんね、この吐いたの見たことないですよね。あ、マフラーが、ずぶ濡れ。キューちゃんほんでね、ちょっと調子悪いんでね、安静にしてもらいます。